夏野菜の甘酢あんという形で、万願寺この頭の部分が美味しいのでね、種は捨てないで、もうオクラも食べ頃の大きさに切ったら結構です。あとちょっと味噌汁ぐらい、色合いもいいですので皮を剥いてもいいと思います。それぞれの夏野菜を素揚げしますのでね、切ったら即揚げるように早く味を油に閉じ込めたほうが、自家製の梅干し潰します。油揚げをこんがり香りがつくまで焼いたらいいと思います。昆布と椎茸のそらしを合わせてますね。みりんを入れます。醤油をちょっと入れますね。だから砂糖も少なめに、梅干しです。この水溶き片栗粉入れてとろみをつけます。野菜を一気に入れます。熱を通します。ごま油をささっと混ぜます。